こんにちは。今日は IT でのキン IT 効率化でのキンとして、まあこの AI も含めてですね、キンクとして何もしてないのにっていうのがあるんですけど、まあ、これをキ句にしましょうという話をしようかなと思います。これ何もしてないのに壊れたとか、何もしてないのに変わっちゃったって、まあなんかあるんですよね。で、本当に何もしてないかどうかは別として、でもそれを何もしてないのにということで、この多席にしてしまうと、 まあ、解決しないことも多いので、まあ、まずは自分が何かしたんじゃないかなとか、自分がこうしたからかなとか、自分の,その設定が良くなかったんじゃないかなとか、まあ、自分が他のソフトを開いてたからかなとか、まあ、そういうふうに考えた方がいいんじゃないかなということです。で私もいろいろ日々ありまして、まあ、この間ですね、チャットのディスコードってやつ使ってるんですけど、なんか通知が来ない方がいらっしゃったんですよ。 メッセージいただいても、あれって、何もしてないのになーっていうのは禁句だから思わないようにしようと思いながら、いろいろ設定を見てると、その設定がなんか変わってたんですよね。まあ何もしてないんですよ。何もしてないんだけど、まあ何かしたんだろうなと思って私は探し始めたんで、で、私は禁句なんでそれは言わないですけど、何も、何もしてないとはですね。で、思わないですけども、まあ解決したっていうことがありました。 ノーションでも、まあ、これも何もしてないんだけども、なんか操作がうまくいかないというのがあって、結構違う操作にしてるんですよ、その時から。だから、アップデートがあったのか、まあ、アップデートがあったんでしょうね。ででもアップデートがあってで、自分のやり方が良くないかっていうのは、まあ、何もしてないのにとは考えずに、まあ、ひたすらちょっと探したんですよ。いつもと違うやり方やってないかなとか、いつもとちょっとこの配置を変えたからとか。 いつもと違うものとは、私がその量を入れすぎたとかですね、そのデータベースという中にちょっとデータを入れすぎたからかとか、で、それもいろいろ考えたんで、新しくそのデータベースというのを新規に作って、それでも実験してみたんですよ。で、そうするとやっぱり同じようなことがあったんで、まあじゃあ、な、何か、本当に何もしてないんだなっていうのが分かったんです。なんかアップデートで、まあなんか <laughs>、その理由はよく、 わからないですけどもあのソフトの開発側が変えたんだなっていうのが分かってただそれを最初からもう何もしてないのにってなってしまうと思考停止行動停止になってしまうんで、まあ、それは思わない方がいいかなと思っておりますでこの YouTube の動画編集でもやっぱりある,ある日あってですねなんか 何度やってもそのうまくいかないんですよ。うまくいかないんで、まあ何かしたかなと、何か設定変えたかなとかあの、っていうのを考えて、で、それでやった結果、まあ結果的に何もしてなかったわけなんですけど、で、理由もわからないわけなんですよ。再起動するとうまくいったんで、で、Mac の方でよくあるんですけど、その動画のソフト、Adobe の Premiere Pro なんですけど、この動画を編集しようと思って、このドラッグして持ってくると、うまくいかない時があるんですよ。 で、そのうまくいかないときに、その動画をコピーして、で、持ってくるとうまくいくっていうのは分かったんで、で、何もしてないんだけど、そういうことは起きるわけですよね。でも、それでうまくいけばいいやっていうので、それ以上の原因追求はしないと。ただ、自分が何かしたんじゃないかと、いつもと違うことをしてるんじゃないかとか、設定変えてるんじゃないかとか、まあ、そういうことは、やっぱり疑いますよね。まずは自分を疑うと。まあ、自責ですよね。 自責じゃないと、なかなか IT のことって解決しませんので、そういうことがありました。で、以前ですね、チャット GPT の、これは自主開催じゃなくて研修ということでやったんですよね。他社からご依頼があってということで。で、チャット GPT につながらなかったんですよ。で、もちろん <laughs> 何もしてらっしゃらないと思うんですけども、でも、 そういう時も、まあ、人が何かしたんじゃないかっていうのは、何かしたでしょうとは言わないですよ。何かしたでしょうとは言わないですけども、まずそこから考えますね。で、そうすると、その、その時50人ぐらいいらっしゃって、そのうちの半分ぐらいがチャット GPT につながらなかったんですよで。ということは、その方々の操作っていうのはまず考えにくいと。じゃあその次は、それ、実はパソコンをレンタルしてる会場だったんですよね。 パソコンでエンタルしてる会場なんで、そのパソコンで何かやってるよな、というので、で、何か入れてないですか、みたいな話を、やっぱり、したわけですよ。まあ、その、疑うって感じではなくて、まあな、なんか特別なソフトを入れてないかっていうのを、探っていくと、この、セキュリティソフトが問題だったんですよね。ゼロっていう、ソースネクストのゼロセキュリティっていうのが、 で、まあなんかしてたわけですよ。なんかしてたな、なんかしてたっていうのは、その会場のパソコンの、パソコンに何かをしてたわけですよね。だからチャット GPT が悪いわけでもなく、この、受講者の方が悪いわけでもなく、まあ人の問題ではあったんですけど、まあそうやって原因解明をしていって、何かしないと、まあそういうログインできないとかってないので、で、これなんかおかしいんだろうなーって思ったり、 なんかチャット GPT 使えないいっていう風にに思わずに、まあ、人の方をまず調べた方がいいかなと思っています。で、それは結果ですね、その二十数台の <laughs> ウイルスを一時的に切ってですね、切ってそれでログインして使えるようになったっていうことではありました。まあ、チャット GPT のセミナーで。で、それって私が自主開催したら絶対起きないことなんですよ。それぞれのパソコン持ってきていただいて。まあ、そそのの中でその その該当のセキュリティソフト使われてる方がいらっしゃるかもしれませんけど確率は低いんです、ね、それがこちらで、こちら側で準備してそこに一斉に入れていくとそういうことが起こったっていうことでありました。まあ、なんかそういうことはやっぱりありますよね。あるんだけどなんか、なんかやったかなというので、でげ、で、自分なのかその自分以外なのかっていう原因って別にわからなくてもいいかなと思うんですよ。 まあ本当は分かった方がいいんですけども、何、まあ、か知らないけど治ったみたいなのっていうのは、それはそれでいいかなと思いますので、うん、そこは気にせずに、まあ、最初の初動としては自分が何かしたかなと。で例えばホームページなんかをな、ブログなんかを作っていて、なんか急に壊れたみたいなのってあったりはするんですよ。そうすると、まあ、何かをしてる可能性っていうのはありますよね。まあ、そういえばこれを変えたからここも変わっちゃったんだみたいなのがありますし、 あとは、そのデータが消えたとかですね。何もしてないのにっていうのはあるんですけど、何かしらやってる可能性はあるんですよ。データを更新してしまったとか、まあ、何か <laughs> 触ってしまったとか、クリックしてしまったとか、なんかそういうことってあるんで、まあ、それこそセキュリティソフトなんか変なの、変なのと言いますか <laughs>。まあ大体、セキュリティソフトって悪さしますからね。私はウィルスバスターとかノートンとか入れないですよね。ああいうのは重すぎますし。で、ポコポコ通知がうるさいんで。だから まあそういうのをご自身が入れていたら、それが悪さしているということはあり得るわけです。で、何も、本当に何もしてないのにっていうのはあり得ますけど、まず自分が何かしたんじゃないかっていうのを考えられるといいかなとは思っております。まあ、昨日も、これ理由がわからないんですけど、動画教材をですね、RPA の動画教材を、この、編集、編集して、 このコンバートっていうのがあるんですけど、でまあ、動画を作るみたいなのがあって、それを押して外に出たんですよ。で、そうすると、あの、外で私の MacBook で、このドロ,ップブブロドロップボックスの中を見ると、その動画が出来上がってるはずが、それで出来上がってれば、それをお客様にお送りするんで、で、名前を変えて、で、そのリンクをお客様にお送りするっていうのを、外でやろうかなと、カフェでやろうかなと思ったら、なんか入ってないんですよ。 入ってなくて何だろうなって、何かやったかなっていうのがあって。で、私、たまに、その、コンバートするボタンを押し忘れるときがあるんですよ。メディアエンコーダーっていうものがあって、それのボタンを。それをまた押し忘れたかなと。じゃあちょっと家に帰ってからやるかなと。で、リモートで接続してやってもよかったんですけど、まあそんなにすぐ急ぐっていうわけでもなかったし、もうそのうち家に帰るっていうときではあったんで、 で、それで自宅に行くと、それはうまく押してたんです押してたんですけど、なんかエラーになってて、で、もう一回その自宅でそれをコンバートしたら、やっぱりエラーが出て、な、なんだろうと、なんか理由があるかなというので、その設定は見直したんですよね。動画の書き出しの設定っていうのは。で、それを見直した後、まあ、なんか、うん、自分は何もやってないなっていうのが、ようやくそこで、そういう結論にして、一回立ち上げ直して、そのメディアエンコーダーを、 でもうう回やるとうまくいったっったたて感じがあったんで、まあ、そこもその原因の見つけ方として何か自分がやったんじゃないかってやった方が、まあ、結果的に早く、まあ、本当にやってることっていうのもありますんで多いので結果的に早くなるその解決はできるものではあります。だからエクセルなんかもそうですよねエクセルもよくあるのは何も触ってないのにっていうのがあったら、まあ、何かやってらっしゃったりするんですよ。 エクセルのマクロが壊れたり、動かなかったりっていうのも、ファイル名を変えていたり、シート名を変えていたり、何か列を挿入してたりですとか、まあいろいろあるわけですよ。なんかそういうようなことを、そういうようなことを見つけるのに、まず自分を、自分を疑うと。自分だったらまず疑いやすいじゃないですか。自分を疑う。 で何かかやってないかとでそういうのを繰り返しておくと何をやったらどうなるっていうのが分かってくるんでそれを自分のデータベースとしてつ積していくと IT に強くなるっていうこと効率的になるっていうことにつながりますので是非何もやってないのにっていうのはキンクにしていただける